皆さんこんばんは、ピケです。僕は今、名古屋大学3年生で法学部に通っています。もう学校の秋学期、後期が始まって、また授業の内容も自分の試験勉強も含めて頑張っていきたいなと思います。僕は春学期、いわば前期はほとんどというか全部がオンライン授業だったので、少し身が入らなかったりっていう風に感じたところもあったんですけど、この秋学期、いわば後期は対面で受けれる授業もちょっとずつ増えて、またいろいろ状況が変わって頑張っていきたいなっていうふうに思っています。で、今はもうちょうど学校終わりで帰ってきたところなんですけど、明日の授業の予習とかレポート課題とかやらなきゃいけないので、お風呂に入って夜ご飯を食べてから勉強していきたいなと思います。Thank you.